おはようございます、鈴木です。風の音強すぎますかね、大丈夫かな。はい、毎朝ね、朝活 YouTuber の鈴木がですね、どこかの誰かをね、または特定の誰かを、応援するためにですね、毎日、代々木公園からそこはかとない話を、お送りしている、毎朝の、モーニングルーティン番組でございます。ところが、今日はね、今日まで、代々木公園ではなく、徳之島からお送りしております。徳之島も昨日ね、ぐるっと一周してまいりましたが、もうめちゃくちゃいいとこですよ。今日徳之島解説もね、織り交ぜながら、お送りしていきたいと思ってるんですけども、先にちょっと徳之島のね、解説をした方がいいですね。徳之島はやっぱり、まずこちらですよ。まずこちらまずこちら、すごい、これ樹齢300年のガジュマルなんてやばいですよね。やっぱりもう行っただけで、あ、これは何か特別な何かがいるなっていうことが分かるぐらい、すっごく素敵な木で、しかもそれは普通に人んちの庭に生えてるんで中に入ることはできないんですよ。猛犬注意って書いてあって、で中入ったらすごい優しそうな、年老いた犬が一人寝てましたっていう、そんな樹齢300年のガジュマルからこの巨大なね、岩たちの海はもう恐ろしくて、もう、あ、これはもうなんかもう、で水がめちゃくちゃ透明だからものすごい奥の方まで見えて、ますますおっかないんですよ、その巨岩と、海とその波っていうので、なんだかもう怖くなってしまう、そういうところでした。でもすごく神秘的で美しくて、あ、なんか徳之島の自然すごいなっていうことを満喫して、ぐるっと昨日島一周してまいりました。で、まあ昨日はね、そんなことやってたんですけど、無事ね、観光をしながら、体を少し休めて、日焼けの痛みも少しだけ引いて、そしたらやっと筋肉痛が現れてきたんですけど、今日はね、火曜日ということで、火曜日はね、やっぱチャレンジの日ということで、チャレンジをテーマにした、トークを、お送りしていきたいと思います。向こうからね、朝日が昇ってきてるからね、ちょっと逆光気味なんで、私が暗く映ったらすいません、時々そうなるかも。雲が晴れて日が出てきたら、なんか急に向こう明るくなって、すごい私が暗くなるか、逆にめちゃくちゃ明るい映像になっちゃうかもしれないですけど、ご了承ください。今日は火曜日ということで、チャレンジに関する話をしていこうと思うんですけど、なんかその、チャレンジとルーティーンというようなことをテーマに話していこうと思ってるんですけど、まずね、なんかその日曜日が休みで、月曜から土曜日まであって7日間ある曜日っていうのがあるわけですけど、退院歴をね、退院歴について結構勉強してて、旧暦とその月の満ち欠けと季節の巡りっていうのを、現代経済人はね、見落としがちだから、そこについて、知ってる人も少ないから、そこについて勉強してんだけど、でもなんか曜日っていうのもまた、キリスト教的に大事なものだっていう、話が出て、いやそうだよねと思って、曜日そのものも太陽暦なわけですけど、太陽暦を元にした、なんていうの、その時間のね、その暦なわけだけど、だから太陽暦っていうのもまた天体の位置によるものなわけですよ。でそれを、太陰暦よりも誤差が小さい範囲に調整されてるし、だからまあどちらも同じようなものっちゃ同じようなものなわけですよ。でも太陽暦 と、曜日ばっかり、気にしてるから、太陰暦も気にしようっていうことでやってきたわけだけど、じゃあもう一度曜日っていうのを見直していこうってなった時に、月曜日から日曜日までにも実は意味があるっていうことを改めて、調べて、そう、当たり前ですけど、同じように天体の位置を元にして太陰暦も太陽暦も組まれてるわけだから、太陽暦だって、なんでわざわざ月曜日から日曜日まで天体の名前がついてるのかっていうと、まあ天体 と、それに、まつわるやっぱりそのエレメントの力みたいなのがあって、そういうのを、考えて、天体にも名前がついてるし、そこから翻って曜日にも天体の名前がついてるわけじゃない。日曜日は太陽で月曜日は月なわけでしょ。で火曜日は火星なわけじゃない。でその火星ってどういう惑星なんだろうっていう、ことを、地球人がどう意味付けてるかっていう、こととかがあるから、まあ同じなんだよなと思って、だから
退院歴も追いかけつつ、曜日をもうちょっと考えたらいいんじゃないかなっていう、いう話の前段がまずあったんですよ。そんで、そうなった時に火星ってどういう惑星なんだろうとかっていうことを、見ていくと、あの火星はやっぱり怒りとか、なんだろうな、そういう、情熱とか、熱を持ったエネルギーを持ってて、で挑戦みたいなことはやっぱ一つ大きなテーマにあるっていうのがあって、で火曜日は挑戦で、毎週火曜日は挑戦をテーマにしてお送りしてってもいいななんていうことを、ちょうど考えてたんですよ。でそんなところから挑戦っていうテーマで今日ちょっと話したいんですけど、挑戦っていうのも、なんかいろんなことあるなって思ったんですけど、まずトライアスロンにね挑戦したわけですよ。でトライアスロンについてやっぱりずっと昔から心のどこかで、なんか興味はあって、っていうかみんなそうだと思う、みんなじゃないかもしれないけど、トライアスロンってとんでもないとずっと思ってたから、トライアスロンをするような自分になれるわけがないし、それは本当にとんでもないことだなと思ってたんですよ。で古くは、今から、8歳の時まで遡るということは、34年前、今から34年前にですね、あの小学校の隣のクラスの担任の先生がトライアスリートだったんですよ。で、それについてはあんまり当時は深く分かってなかったんだけど、いつも走るっていう T シャツを着てて、でそれとよく背中に鉄人会って書いてある、そういう T シャツをよく着てて、で走ってきてたんですよ、どこか遠くから。だからすごい先生だなとは思ってたんだけど、みんななんかその鉄人とか走るっていう言葉がすっごい面白くて、みんながそれすごいバカにしてて、バカにしてるっていうかめちゃくちゃおっかない先生だからバカにできないんだけど、その、あ、今また鉄人が来たとかって言ってて、で俺も鉄人って何なんだろうなってずっと思ってて、だから当時分かってた人もいたのかもしれない、俺は全然分かってなかったけど、鉄人っていうのはトライアスリートのことだっていうことを分かってた人も、もしかしたら子供もいたのかもしれないけど、全然分かんなくて、でもすごい明らかにムキムキだし、明らかに全身真っ黒だし、すごいんですよ。だからなんかスポーツがいつも走ってるんだろうなっていうのはうすうす分かってた。でその時からまあ別にすごいなとは思ってたんだけど、あんまり運動と縁のない、暮らしをずっとやってきたから、そんででもいつから、もちろんそのトライアスリートが分かってから、なんかトライアスロンってすげえなとはずっと思ってたけど、マラソンを定期的にやるようになって、だんだん現実味を帯びてきて、それでなんかよく行ってた飲食店で、その飲食店のスタッフからも、そろそろなんかトライアスロンとかちょっと人生の中でやってみたいですよねみたいなことを言われて、あ、やっぱりみたいな、俺もいつかトライアスロンってやってみたいなと思ってたんだよねって、でもトライアスロンやってる人ってやばいよねっていう話をよくしてて、で肩に番号書かれるのが憧れますみたいな話とかをしてて、そうだよねと思って、なんかいつかやってみたいものだよねと思って、でもなんかそれは本当お金も時間も体力も含めて特別な人がやるものだよねと思って、なかなかさ普通の人ができるもんじゃないよっていう話を当時もしてたんだけど、ひょんなことから誘われてトライアスロン始めるわけですよ、去年ね。でもなんかよくよく考えると、いやトライアスロンに挑戦するってのはすごい大変なことだったんだけど、ショートのトライアスロンのショートっていうスイム 1.5、バイク40、ランが10キロ、51.5キロの、ショートのトライアスロンに去年2レース参加して、今年もう1レース出て3レースもう出たんですよ。でそれはめちゃくちゃ楽しいけど、なんならフルマラソンと比べると健康にいいなとすら思ったんですよ。体の負担が小さい、10キロしか走んないし、バイク40キロっていうのも大したことないっていうとあれだけど、体が痛くなるほどじゃないし、スイムの 1.5 が一番過酷ですね。そのショートの3種目だったらみんなそんなに 1.5 キロ泳いだことないから、 1.5 のスイムが一番過酷で練習が必要だと思うんだけど、そういうのを含めてなんか挑戦としてはそのスイムなんだけど、体の疲れは正直フルマラソンの方が疲れます。だからフルマラソンを完走してたらショートのトライアスロンは泳ぎさえなんとかなるなら、正直
なんていうんですかね、フルマラソンより楽です。だからなんかできたトライアスリートになったっていう感じはな、正直少なめ。そんでなんか、そうそうそう、だショート終わった後の感想が、初めてショート出た時の感想が、もう一周ぐらいならいけるなと思ったんですよ、その時。そのぐらい体力残ったなと思って終われたんで、で今回まさにショートの倍のミドルに出たわけですよ。スイムが本当だったら 1.9、バイクが75キロ、そしてランがハーフマラソンの21キロで、6時間40分でゴールしたわけですけど、それをやったらもうくったくただったんで、私の持っている体力を全部使い切ったっていう感じだったんですよ。だからこれだと思って、やっとトライアスロンに出れたと思ったんですよ。なんかトライアスロンにようやく今年初めて挑戦できたんだなっていう、そういう感じでした。だから思ってたものに出れたと思って、やっと私も自分がトライアスリートになったと思えるようになったんですよ。だからそれすごく良かった。そんで、でもみんなが思ってるとんでもないトライアスロンっていうのはロングのことだと思うんですよ。みんなが心の中でなんかトライアスリートっていうとんでもないものになりたいと思ってる、やっぱりそれは鉄人、つまりアイアンマンだと思うんですよね。でそのアイアンマンっていうのは、スイム 3.8キロ、バイク180キロ、その後なぜかフルマラソンを走るっていう、トータルもう足し算できないですけど、180に、42足すから、222、それに 3.8 足すから、222に 3.8 だから225キロ、225キロかなを行くアイアンマンなんだよなと思って、そこまで行って初めて鉄人と思えるってことなんだと思って、もちろんトライアスロンへの挑戦っていうのはその鉄人への挑戦なわけですよ。そんでその鉄人への挑戦っていうのはやっぱり一朝一夕にはいかない。去年ショートに出て、で今年もショートに出て、そしてミドルに臨んで、で今回初めてやっとトライアスロンを完走できたっていう、そういう感覚を持ってたんで、ここからまたトレーニングを重ねて、来年やっぱりロングに挑戦しようと思ってるんですよね。でそこまで行って初めてトライアスリートになれたって思えるなと思って、ロング挑戦してみたいなと思いながらやってる。でその時に挑戦の火曜日っていうまとめに戻ってくるんですけど、そんなにいきなりは無理なんですよ。やっぱり長い期間の調整期間っていうトレーニングの期間がいって、フルマラソンもこれまでも何レースも出てきてますけど、そうやって足や体を鍛えてきて、それでやっと、ここにたどり着いてるわけですよね。ミドルを完走するっていうことまでたどり着けてるわけなんで、来年ロングに出ようと思ったら、そこまでもまた積み重ねていかなきゃいけないルーティンっていうのはいっぱいあるわけですよ。でそれはなんか計画を立てて一気にやっていくっていうものでもないなと思って、毎週毎週の積み重ねなんですよね。だからそのルーティーンを組み立てていくときに、なんかその周期性がないとやれないんですよ。思い出せないっていうか、何日間これをやって何日間これをやってみたいなので計画を立てていくんだけど、結構忘れっぽいから、表を見ないとできないようなことってのはやっぱなかなか続かないわけ。それよりも毎週何曜日はこれをやるみたいなことの方が習慣化しやすいから、これだけ曜日が浸透している現代社会の中で、曜日に合わせて何かをやっていくっていうことは一番積み上げやすいわけですよ。あ、いやいや、嘘、2番目に積み上げやすい、最も積み上げやすいのは毎日やることなんですよ。毎日やるっていうのが一番、挑戦を簡単にする方法なんだと思います。その目標をちょっとずつ小分けにしてくれて、それであんまり振り返る必要もなく、毎日毎日やって同じことやっていけばいいっていうのはすごく頭が楽なんですよね。だから続けられる。でその次に、毎日走ったら回復する時間がないから、クタクタになっちゃうんで、ちょっと休みも入れたりしながらやんなきゃいけないと思うと、毎週のルーティーンっていうのはすごくちょうどいいんですよね。だから、火曜日を挑戦の曜日に当てていこうって思うっていうことがすごく大事で、なんかその
各曜日に意味を持たせて、その曜日の中でなんか繰り返し繰り返しやるようなことを作っていって、そんで私は水曜日はスイムの日、水だから水でスイムの日まあそうじゃなくて、たまたま子供の スイミングの習い事があるから、そのついでに泳いでるんだけど、水曜日はスイミングの日っていう風に決めて泳いでた。でただここ最近はちょっと追い込みだったんで、毎日1000メートル泳いでましたけど、その水曜日に1000メートル泳ぐっていうのをルーティンにしてたんだけど、毎週水曜日泳ぐじゃ物足りなくなったら、毎日にしたっていいんですよ。毎日1000メートル泳いだっていいんですけど、そのルーティンの組み立ての一環の中で、やっぱり曜日を持ってルーティンに小分けしてあげることで、巨大な目標、そもそも海を 1.5 キロ泳ぐっていうのがまず多くの人にとって巨大な目標じゃないですか。でもそれを毎週毎週のルーティンで、小分けにしてあげることで、実はその挑戦が、現実味を帯びてくる、そういうもんなんだなっていうのをすごく理解しました、はい、で私が理解したから皆さんにも、ね、それをお伝えしようと思って、だから、その火曜日に、ね、挑戦的なことをやるっていうのは結構いいことなんじゃないと思って、大きな目標もね、大きな目標っていうか、大きな達成したい、そのなんかなりたい自分みたいなのを毎週毎週その何かを自分にね課して、それを乗り越えていく、それを繰り返して、それが体に染み込んでくると、それが達成できるような能力っていうのは培われるものなんだなと思って、皆さんもね騙されたと思って、ちょっとずつやっていく、いうのはいいんだけど、ちょっとずつやっていくっていうのは難しいから、毎日にできないかなっていうのとか、毎週できないかなっていうので挑戦してみるといいと思うよっていうのと、火曜日がねその挑戦にふさわしい日なんで、毎週火曜日は何かに着手してみるっていうのはいいんじゃないっていう、そういったおすすめでございました。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。今日これから東京帰ります。はい、また明日ね YouTube でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。